はいどうもこんばんは、やすにです。今日はですね、家に何個あってもいいような商品を紹介していこうかなと思うんですけど、本日紹介する商品っていうのが以前紹介させていただいたこちら、じゃん、フリークというですね、ソーラーパネル付きのモバイルバッテリー、これのですね、もっと大容量になったよっていうバージョンですね、皆さんに紹介していこうかなと思います。ということで、その商品がこちら、じゃん、ハーバーという商品です。もう見た目はですね、もうほとんど同じなんですよ。なんだけど若干だけね、大きくなって若干だけ太くなってるんですよね。この違いで1万ミリアンペアワーの差があるんですよ。なので大きさ容量を考えたら、こっちの方がギュッと凝縮されてるような、そんな感じがします。ということで、端子類だったりとか商品のスペックとかをですね、ホームページ見ながら一緒に見ていこうかなと思います。それではこちらがですね、ハーバーの商品ページでございます。現在幕開けサンデープロジェクトを開催しておりまして、残りが38日、現在ですね22日です。5月の22日、もう目標金額には達成してるんですけれども、ざざっと商品のスペック見ていきましょう。まずですね、ポイントとしては3万ミリアンペアワーの大容量のバッテリーと、そして高速のワイヤレス充電、オプションでソーラーだけの部分も販売しておりますと。さらに6台同時に充電することができて、防水防塵、それからモバイルバッテリーなんですが、 LED の照明、最大30時間点灯するものがついております。最大6台なんですけれども、 iPad とか、まあ、スマホ、ワイヤレス充電でスマホ、 GoPro みたいなカメラ、さらにスマホ、スイッチみたいな感じで、こんだけですね、一気に充電しても全然大丈夫ですよっていう商品になっております。まあ、ここまでですね、いっぺんに充電することないと思うんですけど、僕結構キャンプ行くので、その時にランタンとかこう充電したりとか、あとはね、一緒に行ってるみんなのスマホ一緒に充電したりとかってできるので、すごく便利かなと思います。で、3万ミリアンペアワーといったらどれぐらい充電できるのかっていうとですね、 iPhone X とかであれば11回、 iPhone 11とかだと9回とか、GoPro Hero 8だったら24回とか、スイッチだったら7回とか、結構ですね、やっぱり3万ミリアンペアっていうとかなり大きいかなと思います。それからですね、最大6個を同時に充電することができまして、 USB の端子が4つ、それから Type-C が1つ、ワイヤレスチャージが1つついてるので、合計6個ですね、これを同時に充電することができます。ワイヤレス充電もですね、結構高速になっておりまして、 iPhone 11を充電する際は 0% から 100% に行くまで 1.15 時間で充電が完了してくれるみたいですね。そして結構嬉しいポイントなんですけれども、防水防塵、これはね、やっぱあるといいですよね。うっかり雨降ってきたりとかすると、やっぱ電気系統のものって水に弱いので、こういう機能がついてると気軽に使えてありがたいですね。さらにこちら、キャンプとか夜の道だったりとか停電時とかに大活躍する LED ライトということで、バッテリーのですね、先端の部分、端っこの部分に LED ライトが仕込まれておりまして、これが900ルーメンなんで、 60W の白熱灯に相当する明るさっていうのを持ってると。そして3万ミリアンペアはあるので、最大30時間も連続で点灯することができるということですね。なのでこれもですね、キャンプ行ったりとかした時に、夜の道ですね、ランタンを持っていくのもよしなんですけれども、まあ、懐中電灯代わりにですね、モバイルバッテリーを持ってトイレまで行くとか、そういうことができます。まあ、1つあったらですね、もう全部備わってるから、正直これ1個でいいよねみたいな感じにはなりそうですね。あとは本体にソーラーパネルがついておりまして、外に置いとったら自動的に充電してくれると。サイズ感としてはこんな感じです。 760g、 そして高さが 188mm、 横幅が 99.5mm、 厚みが 36.8mm です。でもうこれは当たり前なんですけれども、 PSE 承認で安全性もバッチリということで、まあ、いろいろ安全回路っていうのが仕込まれてますよっていう風になってます。で、商品のスペックなんですけれども、バッテリーの容量っていうのが3万ミリアンペアワー、そしてこの本体を充電するための入力のプラグですね、これがマイクロ USB があります。2アンペアの 18W に対応、それからソーラー充電、 Type-C の入力出力、これが2アンペアの 18W の PD3.0 に対応、 USB-A の出力、これが2アンペアの 18W の QC3.0 に対応、そして USB-A の出力が3ポート、これが3アンペアの 15W に対応してます。ワイヤレスチャージングの出力自体は 10W で、 LED のライトは900ルーメン、こんな感じのスペックになっております。さらにですね、他社のバッテリーとの比較っていうのが出てるんですけれども、おそらくこの A 社っていうのがこのフリークなのかなと思います。こいつはね、2万ミリアンペアワーなので、これと比較してるのかなというところですね。まあ、それと比べても結構スペックがアップしましたよという商品なので、かなり魅力的なのかなと思います。さあ、ということで商品のスペックがざらっと分かったところで、フリークとハーバーどういう感じで違うのみたいなところをですね、比較しながら見ていこうかなと思います。はい、こちらがですね、ハーバーの本体です。ソーラーの膜もすでに光ってるんですけど、照明とか
がこう当たるだけでも勝手に充電してくれたりしますよ。でインジケーターがあって 25%、50%、75%、100% みたいな、こんな感じでランプが点灯します。でここが緑になったら本体が充電されてるって証拠ですね。でぐるっと回ってこんな感じ、こっちがねワイヤレスチャージ、結構ねしっかりしてますよ、ごっつい。まあ 760g だからね、やっぱずっしり感はあるけど、カバンの中にとかだったらちょっとしんどいかもしれないけど、まあこんだけ大容量なんでキャンプとかは本当いいと思う。ちなみにこっちのフリークはですね、うちの嫁が相当気に入って愛用しております。で横に行くとここがね電源のスイッチで、こっちに行くと蓋があるので、これパカッと開けると端子がついてきます。でこれ引っ掛ける部分に、この辺はもう何もないです。そしてこれなんですよ、ライト。これ2つあるから結構ね明るかったんですよね。つけてみましょうか。ポチポチ、こんだけ結構明るくないですか。でついてる状態で電源ボタンもう一回押すとちょっと弱くなります。でもう一回押すとチカ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 なります。でダブルカチカチするとカチカチ消えます。こんな感じです。もう操作感はこれだけ。2回押して電気をつけて、1回押して調節をして、もう1回2回押すと消えると、そんな感じの仕様です。あとは端子ですね。じゃあちょっと開けていきますよ。せーの、ポロッとなと、うわお、結構ねしっかりと詰まってますね。まずですね、ここちょっと見えづらいと思うんだけど、ここはマイクロ USB の入力、 9V の 2A。 こっちの下の部分、これがタイプ C になってまして PD 対応。それからここの青い部分ですね、ここが QC の 3.0 対応ですね、タイプ A です。でここの3つは普通の USB タイプ A になってまして 5V の 3A なんで、まあどれ使ってもらっても結構早いです、充電は。で本体を充電するのはこの端っこのですね2つ、マイクロ USB とタイプ C、 これが本体を充電するポートになってます。でソーラーチャージしながらこっちでワイヤレス充電、これが結構いいですよね。今スマホって大体ですねワイヤレスチャージ対応してるじゃないですか。ケーブルをうっかり忘れることあるんですけど、これだったら置くだけで充電してくれるので非常にありがたいですよね。はい、こんな感じで充電できます。ではお次にですねフリークと比べてみましょう。こんな感じの違い、ほんと一回りぐらい違うぐらいで、後の使用感とかほとんど一緒なんですよね。縦の長さは本当なんかこう指一つ分みたいな、こんな感じの違いで、厚みも若干違くてこんな感じの違いですね。そんなにでもね変わんないですよ。パッと見あれ同じなのかなと思ったんですよ、同じ商品が届いたのかなと思ったんですけど、よくよく見ると若干違うみたいな、そんな感じです。でフリークの場合は入力のポートっていうのがもうマイクロ USB だけ、それとソーラーだけになってるんですよ。で出力が3ポートある、はい1,2,3 なんでタイプ C とかはついてないんですよね。なんでその辺を考えるとハーバーの方がいろんなものを使えるっていう意味ではかなりいいのかなと思います。重さを求めるんだったらもうこっちだし、なんならこの2つを選ばないはずなんですよね、もう大きさだけとか重さだけのことを考えるんだったら。ただ、まあ、キャンプとかアウトドアとか行くってなると 200g ぐらいの差はってことを考えると、まあ大きくて容量もね、でなおかつソーラーもしっかりついててポートもたくさんある方が便利なのかなっていうふうに思います。正直言うとですね、モバイルバッテリーって家にね何個あってもいいと思うんですよ。でまあ1つ持ってたらカバンの中に入れといてとか、あとはこの部屋でモバイルバッテリーとか、あの部屋でモバイルバッテリーとかで全然ありだと思います。僕もリビングとかにいるときに、あ充電ないなと思ったら、まあ、コンセントまで行くときもあるんですけど、コンセントまで行くのがちょっと面倒だったりとか、あとはその場で携帯を触りながら充電したいみたいなときあるじゃないですか。そうなったときにケーブルをブワーってこう伸ばさないといけないとかって考えると、まあ、ちょっとスタイリッシュではないし、ケーブルがそこまで長いやつがなかったりとか、あったとしても延長ケーブルをこうつけたりとかねしないといけないんでちょっと不便なんですよね。まあそんな時にポッとこういう感じでモバイルバッテリーとかがあれば、まあ、どこでも使えるからねかなりいいなっていうのと、動画の中でも結構噂してもらったんですけど、キャンプやっぱ行くからそこがですね使い道なのかなと、使いどころなのかなというふうに感じました。なんで大容量のバッテリー持ってる人でもうわざわざ多分ね買い替えるっていうよりかは、まあ、今からモバイルバッテリーちょっと大容量なやつが欲しいよねみたいな方にはかなりいいような気がするし、まあ、これから夏シーズンが始まって海とかね山とか川とかねいろんなところ行かれると思うんで、そういう時にしっかりと活躍してくれそうなアイテムなのかなっていうふうに感じました。まあ、今回ご紹介させていただいたこちらのハーバーなんですけれども、下の説明文に URL 貼り付けておきますので、気になる方はぜひぜひチェックしてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。
ければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではバイバイ。